1996年の阪神タイガースでは、1996年の阪神タイガースにおける動向をまとめる。1996年の阪神タイガースは、藤田大監督の2年目のシーズンである。シーズン終盤に藤田監督が休養し、柴田武が監督代行を務めた。 再開からの脱出を図るチームだが、この年はオリックスから移籍の平塚勝弘の他は、これといった戦力補強はなく、下馬評では再開が予想された。前年オフには、怪我や成績不振にあえいだ、新庄剛志が藤田大楽監督との確執から引退宣言し、また、クレン・デイビスとスコット・クールボーの両外国人が、起用法をめぐって、藤田監督と対立するなど、 開幕前から不穏な動きが続く中、チームは巨人との開幕戦で投手陣が滅多打ちされての大敗スタート。6月まで借金を重ね、再開を独走。打線では両外国人の途中対談があったものの、この年は主に1番に、起用の新城が19本塁打を放って復活。また、前年から対等した、檜山慎次郎が4番を務め、 遺跡1年目の平塚も5月の巨人戦で、大打逆転満塁本塁打を放つなど活躍し、藤田監督の期待に応えた。投手陣では、前年からローテ入りした、角利武雄が5月後半から抑えに回り、チームトップの15セーブを記録した。チームは、檜山、角利などの活躍もあり夏場イコを盛り返し、一度は横浜に代わって5位に浮上したが、9月13日に、 藤田監督の休養が発表されると、再び再開に転落。後半戦は検討したものの、前半戦の借金を取り返せず、春先からのヤクルト戦同一カード15連敗が響き、最後は優勝の巨人に23ゲーム差をつけられて、全日程を終了。シーズン終了後、1985年の優勝監督、吉田義雄が再び監督に就任した。 本節では、前シーズン終了から本シーズン開幕までの入り対談について記述する。色付けは規定投球回数以上の選手。ありがとうございます。